はい、皆さんこんばんは。それではハロネバー2、アルファ1の続きをやっていきたいと思います。前回レバーを引いてですね、火が止まるかと思ったんですが、この鍵が欲しいので火を止めたかったんですが、レバーを引いても火は止まりませんでした。その後ですね、いろいろ調べて何が原因だったのかもよくわからなかったので、調べて回った結果ある程度見えてきました。というのはここにメーターがあって、実は少しずつメーターが減っていってるんですね。で、このキョロちゃんのこの行動パターンですね、今立ち上がりましたけど、これを見ると実は理由があって徘徊してるんですね。今、急に立ち上がって降りていきました。で、メーターは少しずつ減っていますが、これがですね、よーく見てると、外に出てくるなりして、ゴミを拾っていくんですよ。あ、出てきましたね。ゴミを拾ってこれを持ち帰るんですよ。今入っていきましたね。で、確認すると、メーターは少し減っておりますが、持ち帰ってきたゴミを放り投げ入れることによって、ほら、またメーターがマックスまでいってしまいます。つまりはレバー関係なく時間でこの燃料というかね、火は消えるっぽいです。で、まあ、だからレバーを引くことによってこのシャッターが、まあ、こう降りるじゃないですか。シャッターというかこれがね、バリケードみたいなのが降りるんで、これで燃料を投下できなくするためのレバーなのかなって感じがします。あるいは、まあ、注意を引き続けて、燃料を投下させないという二通りあると思うんですね。では、じゃあちょっとね、一通りやってみましょう。一応ね、セーブデータ一回変えたので、もうバール取ってますけども、あそこにいますね。こっち来たな、こっち来たな。なんかバレたな。まあだから、この状態にしとあ、ゴミ持ってったね。この状態にしておけば多分補充はできなくなると思うんですけど、まあいいや。これね、たまにこっち側からこのハイドポイントに入るときあるの。入れないか。たまに入れるんだけど、じゃあちょっとパスワード違いますけど、ここ閉めちゃって、でレバーを下ろして、ここから出しようか。外にいるのか。まあ、こんな感じで、まあ、レバーを下ろせば、レバーを下ろせば補充はされないだろうと思っているのですが、ね、これはシャッター閉まったじゃないですか。これでもう彼は燃料を投下できない。うん、完璧な仕組みですね。歩き回ってんな。あとは火が消えれば、鍵をゲットしていけるんで、ラッキーと思いきや普通に開くんですね、これね。そうなんです、開くんですよ。なんなのこの仕掛けって感じなんだよね。だからいや、開くんですよ。もしかしたら開かないかな、バグだったのかなと思ったけど、やっぱ開きますね。この仕掛けの意味とはって感じだね。多分なんか違う使い道あるのかな。普通に私が入れなくなるわけなんだよね。なので、もう一個のプランを試そうかなと思います。やっぱり開かない。開いちゃったか。これバグなのかな、それとも仕掛け間違ってんのかな。ちなみに今バグってですね、扉でドアコントしてます。この状態だとね、あれガチャガチャ言ってるじゃないですか。あれドアに引っかかってるんですよ。
この状態をキープし続けると多分火は消えます。あーでも復活したか。なのでこの仕掛けの解き方がねいまいちよくわからないただ、私には もう一個プランがありまして、バルも置いておこうか。あれ双眼鏡どこ行ったかな。なんかこっちにもいくつか家があって微妙に登ったりできるんですね。どうしたっけな、どこかな。なんかこれしかもアイテムがどうもランダムっぽいのよ。そのアイテム配置はランダムみたいで毎回変わるみたいなんですけど、なんだあれ、なんかこっちにもアイテムがあるのよ。あーなんかあったな。なんか引っかかってるよな、そこに。あーあれ忘れちゃったな、双眼鏡忘れちゃったな。双眼鏡どこやったっけな。ここでいいのか。あ、登れない。登れるか。ほっ、こういう風にパルクールして、あー電源コードみたいなの引っかかってるの。あれ使い道よくわかんないんだよな。微妙になんか届かないかな。あー微妙に届かないな。なんかほっ、あもう一個足場があったら届いたかもしれない。あ足場欲しいな。まあ、なんかこんな感じで、なんだろう、アイテムが微妙にあったりするんだけど取れない段ボールか。これこっちの方でフラフラしてるとたまにおじさんこっち来るんですよ。おじさんというかキョロちゃんが。でこっちで追いかけっこしてると、あしっかり補充してんね。こっちでやろうか。ダンボールなかったっけ。来た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 、戻ったか。ダンボール欲しいな。まあ、要は追いかけっこしてると、おい、なんだ、なんかチェイスしてると、補充でき、その間できないので、あーしまった。まあ飛ばされても監視カメラ、うお監視カメラぐらいだ。待てゴミ持ってかないで。これイチャついてる間に多分、待て、あーそっち行かないで。しまった、イチャつきが甘かったか。多分イチャついてる間に火が消えると思う。あ持ってきやがった。あーよし、まだ半分か。さすがにちょっと厳しいか。椅子持ってきやがった。待て、椅子持ちやがった。あーさすがに補充しに行ったな。まあ、こんな感じでイチャついてると、忘れて忘れ、そう時を忘れて
火が消えることもあるんじゃないかなと思うんですけども、ちょっとまあ難しいかな。ただなんかこう奥の方に行くと、奥の方ですごい追いかけっこが始まって、ちょっとこっちまで来ないか。そうなると火が消えるチャンスがある。まあいいや、とりあえずそこのコード取っちゃおうか。この中何がある？何もないか。ああ取れるかな。よいしょ。ん？ああ乗ったか。このコンセントを取ってしまおう。使い道があるっぽいので。見えないな。なんか今回泡出る。あ、これ埋まってね。これ埋まったら届かねえんだけど、埋まったら届かねえんだけどな。埋まったら届かねえな。これいい感じ。あ、いけた。このコード取っちゃうか。あれ、よし。で出た。ここ何がある？何もねえか。あ、見てるね。たまにガソリンスタンドいたやつ。ちょっと待って。あ、まあいいや。でね、もう一個見っけたんですよ。これもちょっといまいち使い道が分かんないんだけど、もしかしたらっていうのがあるのね。これガソリンスタンドなんだけど、あ、見て。なんかここフェンスの有刺鉄線乗れたんだよ。乗れた。ほら。で、ガソリンスタンドじゃなくて、ここになんかね、あるんですよ。ほら、これ。何をするもんなのかよく分かんない。見てるね。で、こう。ほら。これってさ、ぶら下がれね？うまくやれば。ちょっとこれってさ、最後の扉に入るときにさ、使えないかなーって。ちょっと戻れない、そう思うんですね。うわー、飛んできた。そんなのあり？そんなのありか、お前。おー、危ない。飛んできた。今の消火器何？今のでも飛べるのか？なんかいろんな可能性があるね。あー、飛べない。いろんなクリア方法があるかもしれないね。さあ、あ、こっちからにしようか。だから、これのね、取れるんだよね。で、これも取れるんだよ。飛んでる。あれ欲しいな。あいつ何持ってんの？あれがあれば多分入れ、最後の扉に入れそうなんだよね。まあでもいいや。これなんか使えそうですよね。これを使って、よいしょ。なんかロープ的なものとしてこのコードが使えるのかと思ったんだけど、どうもコードはくくりつけられないので、家の出っ張ったところにこのこいつをセットするっていうのはどうでしょうか。これね、これ置けるんだよ。あの先端かなんかにこれを置いて、置けんのかな。で、コードつけて飛び移ればいけそうな気がする。ちょっとこれは置いときましょう。で、火消えてんじゃん。あ、消えてる。ほら、イチャついてる間に消えてましたね。素晴らしい。よし、うん、いい感じだ。そしたら上から入らなきゃ。レバーの意味は
ないのではと、むしろ生きにくくなるだけで罠ではないかと。よし、逆にこれ取れなくなるだけであってレバーを下げる意味は多分ないのではないかなと思う。ちょっと私が何か勘違いしてるのか分かりません。まあハローネイバーっていろんなクリア方法があるからね、ちょっと分かんないですけども。さあ鍵をなくしたくない。鍵レバー邪魔だからレバー引いていきたいな。あ、まあいっか。あ、鍵とバールか。一応全部フルセット持っていくか。これとこれとこれ、一応これセーブしよっか。セーブ、ニューセーブ、 OK、 これでミスはないだろう。仕掛けがイメージよくレバーの仕掛けの意味がよくわからなかったね。でこれ届く？あ、届かないか。ぶら下がった時にアイテムチェンジでできないよね。できんのかな、できんのかな。やってみるか。今こっちから登れなかったっけ。登れるよね。よし、でここに先端、ここでいいか。ここでいいよな。あんま先端だと、あ、置けない。あ、置ける置ける。よしよしよし、いいね。でこれにこれをつけて、あはは、あ、手離しちゃったか。そりゃそうか、やっぱ手離しちゃうか。どうやって開けよう。あー、下から開かないかな。バールもどう、なんか椅子かなんか持ってきて、なんか持ってきて、あ、いた、よしよし、さすがにバールは無理か。そんな遠隔バールは無理だよ。でも判定が上からバールいけたかな。きついな。いや、いけるいけるいける。もうちょいもうちょい、お、いけた。あ、いけそう。よっしゃ、開いた。オッケー。さて、じゃあ上のねコードがいまいちこう精度が良くないかもしれん。あ、こっちか。上のコードの位置があんまり精度が良くないな。これもうちょっといい位置に置けないのかな。置けるか置けるか。ここに置けて、危ないところに置くな。これでイヤッホーイ。ちょっと、あ、違う、これどうやって離すんだ。あ、まあまあ、あ、待って、話し方がわかんない。え、待って、話し方、ちょっと待って、うまくいかなかった。ちょっとこの辺にしてみます。で、ちょっとずれるからこっち側からにしようか。こんな感じ。よし、いった。 OK。 で、何すればいいの。なんだこれ、なんだこれ、これどうすればいいの。ん、待って待って、なんかすごい風。これを持ってどうすれば。あ、おじさん待ってる。え、ちょっと待って、あ、終わった。 You win?
よくわかんない終わり方したな。ユイン？はい。ということで、ハローネバーのアルファ1ですね、体験版、無事クリアしたみたいです。ちょっと視界がイメージ何だったのかよくわかんないですけども、とりあえずまず体験版1個クリアしましたね。まあアルファ2が次いつになるかわかりませんけど楽しみですね。ちょっとですね、コメント見てると気づいたんですけど、ハローネイバーとシークレットネイバーを間違えてる人がいらっしゃるので、同じネイバーシリーズですけども、ハローネイバーは一人用のゲームです。こういう風に謎解きして、なんていうの、おじさんから逃げつつ謎解きするゲームで、対戦ゲームとかではありません。ハローネイバーの対戦ゲームがシークレットネイバーなんで、シークレットネイバーは別に新作が出るわけではありませんので、こちらご注意ください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。